こんにちは、アイラです。ピクミン3デラックス続きからやっていきたいと思います。探索8日目。キャプテンはどこへ。この前キャプテン見つけられなかったから続きからだ。まずは操作をすぐ忘れる。よし、バランスよく。で、あっち側だったよね。こう通って、こっちに行って、あ、なんかいる、また。よし、倒した。この洞窟の奥へ。よし、そしてどこだったかな。あれ、これはどこかで見たことあるぞ。とりあえずドレイク号に持ち帰って分析してみよう。あ、回収中。ドレイク号から回収した物体を分析します。アンチエレキ。宇宙服に帯電性能を追加するアンダーウェアです。お、これを埋めてたって言ってたんだ、この前のやつで。オッケー。お、電気に触れても大丈夫になった。なんかに、ここにもなんか電気通しそうな線があるけど、明るくなった。あ、蜜か。なんか上をさ、パタパタしてない？何かが上を飛んでる。ん？何？なんかしてる上で。ん？ん？ん？何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 ？これ。あれ、電気のやつじゃないの？あ、ブドウかな。なんか持ってるよね。ブドウ。上をなんか飛んでんの気になるけど。あ、ここに黄色を連れてこなきゃいけないんだ。ちょっとどうしよっかな、黄色がいなくなっちゃった。これが咲くんだ、また。ちょっと黄色を連れてこよう。よし、戻ってきた。黄色を、よし。あー、なんかいる、なんかいるぞ。なになに、魔法師みたいなの隠れてる。ここに隠れてたら生体反応があったけど、キャプテンを、あ、飲み込んじゃったの？あ、食べちゃったのかな。ここに隠れてれば見えないのかな。から上がって、で、これをまず取って。眩しいのが苦手。
まだあるのかな。おお、また暗くなった。ちょっと、まあね、まあね、まあね。明るいところには近づかない。明るいところにいれば安全なんだね。おうおうおお。あ、近くに行ったらキノコが。ここにまた黄色。明るくなったから弱ってんの。弱ってる時に、あ、めっちゃちょっとずつしか効かない。なに、まずいの。明るいところに行かなきゃいけない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。よし。で、あ、これを。強いなさそうな赤に運ばせよう。あ、橋作ったんだ。あ、まだ行けない。え、どこ行ったらいいの。あ、こっちに、黄色。よし。で、このこれを倒す、倒す、倒す、倒す。あ、これも？これ何？何何、どうした？何それ？あ、ちっちゃいのが。え、ちょっと。え、ちょっと待って。え、何何？ちょっと待って、ちっちゃい、ちっちゃい子が。違う、それじゃない。止まらない。ちょっと待って。むずい。もう一箇所ありそう。ほらね。で、よし、これで全部じゃない。で、またいなくなっちゃった。どどどど。なに、どうなったの？どうなったの？死んじゃうんじゃない？ちょっとどっか行っちゃったよね。あれ？どこ行っちゃった？やばい。強かった。わあ、いっぱい。最後になんか運んでた子たちだな。かわいそうに。今日は新種があるよね。
紫タワワタワワは一緒なんだね。あ、10種類回収。 G レーダーで果実の位置を確認できるわね。お、すごい、ある場所がわかるんだ。やったー、紫綺麗。キャプテンが発信している電波を追っていたら、どういうわけか2体目の巨大生物に遭遇した。暗がりでよく見えなかったけど、あれはキャプテンではないと思う。多分違うと思うよ。それではまた次回。バイバーイ。